皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、 中国のスパイ気球がアメリカの虎の方を踏んでしまいました。習近平はいかに下手を打ったのか、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、勇敢不士の記事です。中国メンツ丸つぶれで逆ギレ対抗措置も、米上空を飛行の偵察気球撃墜、即座に反発、強烈な不満と抗議、赤泳し、中は覇権主義と悪事を宣伝したと、中国のスパイ気球でアメリカの 虎のを踏んでししままいました関英氏は普段から習近平はバカだと言ってましたが本当にバカなんだなとこのスパイ気球がアメリカ本土を漂ってアメリカ国民の目に触れてアメリカ国民の戦闘意識に火をつけて回ったと。 そんなアメリカを見て中国は非常に腰が引けてます。そして我が国日本の対応はどうなるのか見てみましょう。米本の上空を飛行していた中国の偵察気球、スパイ気球問題が急展開しました。バイデン大統領の命令を受け、米軍の最新鋭ステルス戦闘機 F22 ラプターが4日午後、空対空ミサイルサイドワインダーを発射し気球を撃墜したのだと。そしてバイデン政権は中国政府の民間の気象研究を飛行船という説明 に納得せずスパイ気球と断定し明白な主権侵害と国際法違反と激怒していたとしかし中国政府は即座に強烈な不満と抗議を表明するなど逆偽でしたとそこで習近平政権は面子を失い対抗措置の可能性を示唆しているとそこで米中の緊張感が高まっています撃墜を成功させたパイロットらを称賛したいとバイデン大統領はこう誇らしげに語ったそうですそして記者団の説明を得ると地上に 被害が出るリスクがなくなり次第スパイ気球を撃ち落とすよう国防総省に言明していたというと当初によると南部バージニア州の基地下へ離陸した米北方軍の f-22 戦闘機が同サウスカロライナ州沖約10キロの領空上空でスパイ気球を撃ち落としたと空対空ミサイルサイドアンダーが使用されていますそしてスパイ気球は1月28日米アラスカ州のアリューシャンレッド近くから米国領空に侵入したとそして高度18,000メートしたと メートルを飛行しバス3台ほどの大きさで操縦可能な状態だったとみられるとちなみにこちら福井県立大学教授の島田幼稚署のツイート中国の偵察気球、電源はソーラーです一応こんな感じでほとんどがソーラーですねそしてこれが偵察部分です今海底15メートルぐらいのところに沈んでるらしいので引き上げるのは容易ですよねそして島田教授は日本学術会議は軍事利用された太陽光パネルの研 緊急禁止を訴えななくていいいののののかかかととととととそそれとも中国共産党が民間の基調観察用といううらその通り信じるべきということなのかと学術会議は本当に役に立ちませんよね。早く民間に移行してもらいたいですよね。そしてスパイ気球はアラスカ州上空からカナダの空域に侵入後、31日以降は米西部アイダホ州から米空上空に再侵入し、東へ飛行したと。その間米軍の大陸間弾道ミサイル発射基地がある西部モンタナ州。 上空も通過しているとそこで国防総省高官は明らかに機密性の高い米軍施設上空を飛んでいたと言い偵察用と断言したと一方中国側は気球撃墜に逆ギレしたと中国外務省はいつか強烈な不満と抗議国際的な関連に深刻に違反しているなどと反発したと米本の上空で気球の飛行が発覚すると中国外務省は民間の気象研究を飛行船と説明し偏西風の影響で 予定の飛行コースから不可抗力で大きく外れたたとと主張していたとそして、民間と説明していたはずだが、撃墜されると中国国防省が5日、明らかに過度な反応だ、必要な手段を使って類似の状況を処理する権利を留保するなどと、反発する報道官談話を発表したと、しかしですね、中国も同じことをしてます。こちら NHK、中国軍も過去に上空侵入の外国気球撃墜と、中国メディアが報道してます。こちら ですねアメリカ軍が中国の気球を撃墜ししたこととにについいてて中中国国政府は明らかに過度なな対応だなどと反発していますが中国メディアによりますと中国軍も4年前に上空に侵入した外国の偵察用の気球を撃墜するというアメリカと同様の行動をとっていたことが分かりましたと全く同じことをしているんですよ。それなのに先ほどありましたアメリカ軍に対して明らかに過度な対応であり国際的な慣例に著しく違反 すると自分の国をこった棚にあげて他国を攻撃するといつものパターンですよね。その矛盾に気づかず中国メディアが報道してしまったと。ちなみに中国メディアというのは中国共産党の代弁機関ですから、中国共産党がその矛盾に気づかずに報道してしまったと。本当に馬鹿ですよね。そしてこちら、角田隆章氏、米領空を侵犯した中国の気球を米軍が撃墜し、中国は猛攻撃とともに報復をしさ。だが、党の中国 中国国国ははは2019 2 9年月日、中国空軍軍 J-14 戦闘機がが外ののののものとと、と、と、みられるる高度偵察機器を撃墜したここその2日後に新郎事が報じてていると自分は良くて他国はダメとどこまで傲慢なのか、本当にそうですよね。しかし、かかかか本当に気球が来ていたかどうままでは分かりません。 そう言ってるだけではないでしょうか。まさに衣の下から鎧が見えるというしかないと。そこでオースティン米国防長官は、米本土の戦略的拠点を監視する目的で中国が使用していたと突き放したと。そして米軍はスパイ気球の残骸を回収して分析を試みる方針だと。これがですね、この残骸を回収してどうなるのかというのは、もしかして日本にも関係してくるかもしれません。そこで今回の事態をどう見るか、中国事情に精通している表現。 評論家の関栄氏は米中関係が一挙に緊張して破綻しかねない関係改善を狙っていた州国家主席には誤算で最悪の事態だと分析したと関係改善をしようとしていたのに米国軍脅威を与えてしまったとアメリカとの関係改善これはおそらく2年以内に台湾有事を起こそうとしていてその準備期間の間だけ米国と関係改善を装っておきたいとそれがスパイ気球によってご破になってしまったということになります気球 中が中国をものと認めざるを得なかった上、数日間姿を晒され、最後は撃墜されたと。そして日常的なスパイ行為が現わなり、面子が潰されたと。これが一番重要なんですよ。中国はメンツの国ですので、これが一番効くんですよね。しかし中国の声明は最も弱い表現で弱腰だと。対国内的に強がって見せても、対外的にはなかったことにしたいのだろうと面白いですよね。国内的にはな かったことにしたいのでしょうけど、対外的にはできないとなので、最も弱い表現で弱腰なんだと、つまりアメリカにビビっているということになります。そして、こちら石英氏のツイート、中国側の抗議には注目すべき点は2つある。1つは米国大使館に抗議を申し入れたが、それは大使などを呼び出したの。強い抗議ではないと。そして、もう1つは報復措置に言及したものの、反応する。権利を保留という抑制した。表現にとどまったとなので。米国 中国は本気になれば中国は引っ込めるということになります中国はおっかなびっくり強い抗議をしていると非常に情けない抗議ということになりますそしてスパイ気球が確認された後米国とカナダが共同運用する北米航空宇宙防衛司令部が限界体制で監視したとそしてブリンケン国防長官は予定していた訪中を延期しました3日中国外交トップの大きい共産党政治局長と電話会談して明白な主権侵害と国際法を 日本の林外相もこれぐらい言えないとダメですよね。そしてその後の記者会見でも我々の領空から偵察気球を撤去すると明言していたと。そしてバイデン政権として有言実行しました。アメリカはですね、バイデン政権が弱気になると議会が強硬なのでやらざるを得ないと。こういう状況に日本も早くなってほしいですよね。そこで席へし、米中関係の決定的な転換点になり得ると。もしかして分水嶺になる なぜかというと。米国民は 中国の明確な危険性を目撃したと。目撃してしまったんですよね。そして米本の上空の飛行は異常事態だと。領空侵犯されている状況をずっと目撃してしまったと。これは初めてのことではないでしょうか。そして習氏は気球に乗せ、派遣主義と悪事を米国に宣伝したと。気球がずっと漂っている状況を見て、それには派遣主義と悪事が乗っていると。気球がその宣伝をしてしまったということになります。そして中国は対米関係改善を 強硬姿勢を加速する可能性があるとそこでロシアとの最接近もありえると語るとそしてこちら関栄氏のツイート米国国内ではこの一件は話題の持ち切りとなって対中強硬論の一色のようだとバカな習近平はとても目に見えやすい形で中国の脅威をアメリカ国民に直感させたととても目に見えやすい形で中国の脅威をアメリカ国民に見せつけたと米国の上空に数日間漂ったスパイキ級 は「まるで」。 中国を脅威を宣伝しまくるための広告塔だったと、本当に習近平はバカですよね。もうそれしか言えませんよ。アメリカ国民の人たちは、領空侵犯されたことがないので、スパイ気球が数日間漂っていたら、怒り浸透になるでしょう。なので、米国国内はもうこの一件で話題の持ち切りとなって、対中強硬論に動くと、そりゃそうなるでしょう。本当に習近平はバカですよね。そしてこちら、和田正宗 ツイート東北大の服部誠准教授は米国上空の気球について3年前に宮城に来たものとほぼ同型と述べたとこれがそうですよね全く一緒だと思いますそこでこちら読売新聞日本にも飛来した気球官房長官は関連性分析へ上空審判だが自衛隊法では迎撃困難と日本では手も足も出ないということになります米軍が中国の偵察用気球を撃墜したことをめぐり磯崎官房副長官 は6日の記者会見で日本上空で過去に確認された気球に似ている飛行物体について米国における事案との関連性も含め引き続き分析を進めたいと述べ警戒関心万全を期す考えを強調したといやまだ分析終わってないんですかということになりますよねつまり何もしてこなかったということになりますそして磯崎氏などによると気球と似た飛行物体は2020年6月に仙台市などで21年9月に青森県八戸市で それぞれ目撃されたと、そして当時の自衛隊の対応などについて磯崎氏は、「手の内を明らかにする恐れがあると回答を控えたが、公表すべき事象は確認されていない。」と述べたと、つまり政府としては何も確認していなかったということでしょう。政府は、気球が領空に入れば国際法上航空機による領空侵犯と同様に対応する方針だと、そして磯崎氏は、外国の気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば領空侵犯となり、必 必要な場合は緊急発進をを含めたた措置を取るとと指摘したとこれはですね、スクランブル発進をしても、相手に対して領空侵犯だ、出て行ってくれと。そう流すことしかできないんですよ。しかし今回は無人の気球です。そしてドローンであっても同じです。促すことしかできずに撃墜はできないと。これがですね、自衛隊法では、外国の航空機が領空侵犯した際、防衛省は自衛隊に対し機体を着陸させることや、領空から退去させるため必要な措置を講じ させることができるが自衛隊が米軍のように撃墜することは難しいとされると同法で定める弾道ミサイル等に対する破壊措置は落下により人命または財産に対する重大な被害が生じると認められる物体を対象としており偵察用気球に適用することは想定していないとこれですねドローンについても同じですしかし落下すると人命または財産失われると思うんですけどねそこで今後 偵察用気球が日本上空に飛来することが増える可能性もあり、自民党内では対応策を早急に検討するべきだと、そういった話が出てます。そこで早速、こちら佐藤正久氏。今朝の自民党国防部会で、今朝というのは2月7日です。自衛隊法84条の対領空侵犯措置改正を要望と、小型トロン対応も海保や警察もできるようにすべきだし、清掃権の気球も含めて時代にマッチングしていないと、そして対空ミサイ ミサイルも領空外から射撃可能だし航空機でテロを行い領空外に去ったら現行法では対応できないと対空ミサイルも領空外から撃たれますそして領空に入ってから対応するのでは遅いですよねそして航空機のテロも領空外に行ったら何もできないと自衛隊法の穴だらけということになります今までは平和だったから良かったのかもしれませんがもう実際に中国の気球は来ていましたので例えば中国の気球からミサイルや 生物化学兵器を落とされるということもありますので、早急な対応が必要ですよね。そして佐藤氏、スパイ気球は非対称戦ですと、成層圏、地上から約10キロから50キロを飛ぶスパイ気球だと、中国は台米戦略上、成層圏や深海等米国は力を入れてこなかった領域で資源を投資する方針もあると、成層圏や深海、米国は力を入れてこなかった領域で投資を行ってくると、本当に色々考えてきますよね。 そして戦闘機が到着しにくい清掃圏は一つの重要な領域だと。だそうですよ。そこを狙ってくると、ローテク、ローコストン、スパイ気球コンステレーションも想定した対応が必要だと。このコンステレーションというのは、点と線を結ぶという意味です。なので、もしかして連なって運用させるのではと、そういったことも考えている可能性があります。そして佐藤氏、この種のスパイ気球は簡易なドローン同様、現行法上は対領空侵犯措置による迎撃は 困難だとこれは先ほど言った通りですよね。そして正当防衛、緊急避難での迎撃は落下の恐れがあり、国民の生命財産に大きな侵害が間近に緊迫し、排除のために武器使用のほか、手段がない緊急事態の場合のみ迎撃ができますよと。そして、領空外からの対空ミサイル攻撃も可能だと。法改正が必要。要望すると言われてます。ということで、こういう時に急いで法改正しておかないと、いざとなった時に何もできなく かったとそれが一番怖いですよねそして経済評論家の渡辺哲也氏中国は気球を民間企業の気象観測用としているが当事者であるはずの民間企業が対応もしないし紅葉もされないとこれでは民間企業ではないと言っているのと同じであり抗議により政治的目的を持っていたと言っているのと同じであるともうバレバレですよねそして渡辺氏米議会は自民軍支援企業個人団体のリストカン公表をホワイトハウスを 求めているがバイデン政権はこれに適切に対応せずリスト化と公表を避けてきたとそして今回の気球問題は議会対中強硬派の躍進につながりリスト化と公表が期限付きで義務化される可能性が高いとそして渡辺氏事実上の金融リストであるエンティティリストは一気に拡大され汎用品や民生分野に大きく広がる可能性が高いとそして軍事エンドユーザーに指定された場合そこに至るまでのすべての輸出が禁止 されると中間製品や部品レベルでもそれが規制対象になるわけだとそこで日本に対しても影響をしてきますこちら渡辺氏今回の気球問題で気球に使われている部品などが調査されると当然この部品の出所や流通経路などもチェックされそのメーカーにも圧力がかかることになるとバイデン政権は公表に否定的だが下院を共和党に捉えており非公表は許されないだろうとつまり気球に使われている部品を調べて その部品の流通経路をチェックされて、もし日本のメーカーがあれば、当然圧力がかかってくるということになります。なので、日本も無関係ではないということになります。気球を調べてどんなことが出てくるのか、注目をして見ていきましょう。またこういった情報がありましたら、動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップを登録も、 もよろししくお願い,いたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。